ドクター・スースを読む4人の子供たち、小さな可愛いポケットブック。男の子にはボール、女の子には針刺し付きで販売された、児童文学は0歳から10代、おおむね12歳頃までのプレティーンの読み手や聞き手を対象にした文学作品及びジャンルであるが、ティーンウェイジャーまでを範疇に含む場合もある。イラストレーションが添えられている場合が多い。この後は、 娯楽性に重きを置いているエンターテイメント作品群であるヤングアダルト小説や漫画などの他のジャンルと区別する形で使われる場合もある。明確に子供向けに作られた書物は17世紀までにはすでに存在していた。児童文学の研究のための職業団体、専門の出版物、大学の専攻課程なども存在する。国や世代を超えて読み継がれる名作や、 幅広い世代に受け入れられるベストセラーやロングセラー作品が数多くある。日本においては子供を対象としたフィクションの文学ジャンルについては童話という用語が使われていることが多い。だが空想的なお話というジャンルとしての用語として使われることもあり、昭和時代以降は講義には児童文学が使われるようになっており、童話に関しては 年少者向けという競技の意味合いで一般には、ルフしている。出版社や出版業界では、こうしたものや絵本を、児童書あるいは、児童図書と呼んで扱っている。児童文学という言葉が何を指すかについては、議論がある。おそらく、最も一般的な児童文学の定義は、意図的に子供たちに向けて書かれた本というものであろう。南フロリダ大学教育学部准教授の、 ナンシー・アンダーソンは、児童文学を、漫画本、ジョーク集、辞書や百科辞典のような通読を意図していない、ノンフィクション、参考書などを除く、子供のために書かれたすべての本であると定義している。こうした作品の中には大人にも、非常に人気のあるものも含まれる。J.K. ローリングの、ハリー・ポッターシリーズは当初は、子供のために書かれマーケティングされていたが、子供のみならず大人にも、 非常に人気となり、ニューヨークタイムズが専用のベストセラー表を作成するまでになった。ある本が一般の文学と児童文学のどちらに含まれるかは決定しがたいことも多く多くの本で大人と子供の両方をターゲットにしたマーケティングが行われている。子供を主人公または子供社会とその文化をテーマとしつつ、 子供を必ずしも読者対象としていない作品もあるが、そうしたものはこの観点からは、児童文学ではなく一般の文学とみなされる。子供の頃のデイジー・アシュフォード一般には、子供自身によって書かれた作品すなわち、児童文学とはならないが、隣接分野のものとして無視できないものである。欧米では、デイジー・アシュフォードが9歳の時に書いた、小さなお客さんたちや、 ジェーン・オースティンが兄弟姉妹を楽しませるために書いた子供時代の作品などがある。日本では豊田雅子の綴り方教室や安本松子にあんちゃんなどはベストセラーになり映画化もされて大きな話題を巻き起こした。これらは作文や日記であったが、創作では第8回福島正美記念 SF 童話賞を受賞した竹下隆之介。 天才エリちゃん金魚を食べたが6歳の子が書いた作品として話題になりシリーズ化作品も出版された。最も制限的な児童文学の定義は各種の権威が子供にふさわしいと認定した本というものである。ここでの権威には教師、書評家、学者、親、出版社、秘書、小売賞、出版社の選考委員などがある。一例として日本では 全国学校図書館協議会が推薦図書を選定している。子供を人生のあまり幸福でない側面から守りたいと願う。両親はしばしば伝統的な童話、童謡やその他の冒険談などを問題視する。こうした物語で得てして最初に起こるのは大人の影響の除去であり、主人公は自分自身で物事に対処せざるを得なくなる。有名な例としては、白雪姫。 ケンゼルとグレーテル、パンビ、世にも不幸な出来事などがある。しかしながらこうした要素は物語に必要なものと考えられている。結局のところ、ほとんどの場合で物語の本質は人物たちが大人になってゆくことなのである。ハックルベリー・フィン児童文学の最も広い定義は子供たちが実際に選んで読む本というものである。子供たちは、例えば漫画のような 伝統的な意味では、文学とは全く考えようとしない、人たちもいる本も選んで読む。また、子供たちは、古典文学や、現代作家による世よに認められた偉大な作品も読むことがあるし、重層的な語りを持つ複雑な物語も楽しむ。小説家オースーン・スコットカードの意見によれば、子供たちはしばしば真に、偉大な世界の文学の守り手となると考えることが、できる。 子供たちは物語を愛す一方で文体の流行や文学的な仕掛けには無関心であり、的確に真実と力の方へと引き寄せられるのであるから。子供時代に不思議の国のアリスを楽しんだ人が大人となって再読した時に子供の時には気づかなかった、その暗いテーマに気づくといったこともあるであろう。加えて当初は大人に向けて書かれた古典的な作品が、 今日では子供向けと考えられるようになっている例も多い。マーク・トウェインのハックルベリー・フィーンの冒険も本来は大人向けに書かれたものであったが、今日ではアメリカ合衆国の小学校のカリキュラムの一環として広く読まれている。児童文学は様々な観点から分類されうる。文学ジャンルとは文芸作品のカテゴリーである。ジャンルは技法、口調、内容。 長さなどによって決定される。ナンシー・アンダーソンは、自動文学を6つの大きなカテゴリーと、いくつかの重要なサブジャンルに分類している、絵本、ボードブック、アイウェオや数字を教える教本、パターンブック、文字のない本などを含む、伝承文学。これには10の特徴がある、作者不明、文切り型の出だしと終わり、漠然とした設定、ステレオタイプの人物、擬人感、 原因と結果、主人公のハッピーエンド、魔法が普通に受け入れられている、単純で直接的なプロットを持つ簡潔な話、行動と言葉のパターンの反復。伝承文学の大部分は民話からなっており、昔の人々の伝説、習慣、迷信、信仰などを伝えている。この大ジャンルはさらに、サブジャンルに分けることができる、神話、偶話、バラット、フォークミュージック、 伝説、童話、フィクション、ファンタジーと現実的なフィクションからなる。ノンフィクション電気、自伝を含む。詩と韻文これらは最も広い意味での自動文学もしくは自動書であり、自動文学という分野を限定的に考える場合には、実用的な教本や文章によらない絵本、さらには固有の創作者を持たない昔話や神話、娯楽を主体とした。 フィクションなどは除外されることもある。児童文学そのものも大人の文学と対になる年齢によるカテゴリーであるが0歳から18歳まででは子供の理解力や興味も様々であるため発達段階に応じて形態や内容も違ってくる。こうした分類の基準は児童文学そのものを定義する基準と同様に曖昧で問題を含むものである。 明確な違いの一つに幼い子供向けの本は、イラストレーションが添えられることが多いということが挙げられるが、絵を作品の不可分な一部として持つ絵本であってもこうした、ジャンルや年齢層に収まらないものがある。ピーターシスの、チベット、赤い箱を通しては、大人の読者に向けた絵本の一例である。ライマン・フランク・ボーム、オズの魔法使い。WW ・デンズローが子供や、 若年者の成長への感化を念頭に置いた教育的な意図、配慮がその根底にあるものが多く、子供の興味や発育に応じた平易な言葉で書かれる。しかし難しい内容を扱わないというわけではなく、難しい内容でも子供に必要と考え、わかりやすい例や言葉で表現する作家もいる。平易な表現で根源的なことを語っている場合があり、子供に受け入れられる。 児童文学作品には大人の鑑賞にも耐えられる、秀逸なものも多い。例えば、ハイタニ・ケンジロウチョの、ウサギの目や朝のノ・子ツチョの、バッテリーなど、一般の文庫本となって、大人読者に広くルーフする作品がある。児童文学は大人向けに書かれた文学の価値観が持ち込まれているという指摘がある。おおむね10代中、後半から20代初め頃の時期を、ヤングアダルトと呼ぶが、 児童の年代を超えた年齢層にも児童文学的な内容が求められることがある。J.D. サリンジャーのライムギ畑で捕まえてに見られるように、この世代特有の問題、例えば恋愛、いじめ、薬物依存、自殺などを扱ったジャンルも登場し、ヤングアダルトという名称で呼ばれることもある。日本では、重松清らがヤングアダルト世代向けの作品を手がけている。 創作童話と呼ばれる作品は文学性を有する場合が多い。創作童話は競技の童話概念であるためヤングアダルト層は対象としないが小学校高校学年程度向けの作品も含まれることがある。ある児童書が成功を収めると作者はその話に続編を書いたりシリーズを立ち上げたりしようとすることが多く、ライマン・フランク・ボームのオズの魔法使いやナス生涯の ずっこけ三人組などがその例である。ハリー・ポッターシリーズや原豊の解決ロリのように最初からシリーズとして企画された作品もある。イーニット・ブライトンや RL ・スタインは終わりのないシリーズを専門にしている。シリーズはその作者よりも長続きすることもある。ライマン・フランク・ボームが亡くなると出版社はルース・プラムリー・トンプソンを雇って続編を書き継がせた。 少女探偵、ナンシーなどのように、一つのペンネームを共有して、複数の作者により書かれたシリーズもある。エリザベス・シッペングリーン、旅児童書にはしばしばイラストレーションがふんだんに添えられている。一般的に、幼い読者に向けた本であるほど絵が果たす役割は大きくなり、特にまだ文字を読めない幼児向けの本がそうである。子供向けの絵本は幼い子供にとって、 高水準な芸術に認識可能な形で触れることのできる機会となり得る。多くの児童文学作家は気に入ったイラストレーターに自分の言葉を絵にしてもらうが、最初からイラストレーターと共に本作りをする場合もあれば、イラストレーターが自分自身で本を書く場合もある。イラストなしでも話を楽しめるだけの読書力に達した後も子供たちは本に、 時々出てくる絵を楽しんで眺めるものである。児童文学の定義自体が明確なものではないので、その歴史がいつ始まったのかを特定するのも難しい。ここでは子供に向けた、もしくは子供に広く授業された書物あるいは文学の発達を外観する。子供に人気のある物語の中には非常に古い時代に書かれたものもある。イソップグ話は紀元前三世紀に成立し今も、 世界中の子供たちに愛されているし、トマス・マロリーのアーサー・オーの詩やロビン・フッドは子供のことを念頭に置いて書かれたものではないが、何世紀にもわたって子供たちを魅了してきた。1658年、チェコのコメニュースがイラスト入りの知識の書、世界図絵を表した。これが明確に子供に向けて書かれた最初の絵リボンであると考えられている。また、この時代には、 フランスのシャルル・ペローが童話の基礎を築いた。ペローの物語には赤ずきん、眠れる森の美女、長靴を履いた猫、シンデレラなどが含まれている。1744年、イギリスでジョン・ニューベリーが小さな可愛いポケットブックを出版した。ニューベリーはこの本を男の子にはボール、女の子には針刺し付きで販売した。明確に子供に向けて販売された。 娯楽書の始まりとして時代を隠するものであったと考えられている。ニューベリー以前は子供と大人のための物語の豊かな構上は存在したが、子供に向けて販売される文学は子供を教育することを意図したものであった。ウィルヘルムとヤコブのグリム兄弟。エリザベートジェリカをバウマンが19世紀初頭に、ヤコブとウィルヘルムのグリム兄弟が白雪姫、ラプンツェル、 ヘンゼルとグレーテルなどのドイツの交渉を記録し、保存に努めた。1835から1848年にかけて、デンマークのハンス・クリスチャン・アンデルセンが、人魚姫、裸の王様、醜いアヒルの子、雪の女王などの伝承に基づかない創作性の高い童話を刊行した。アンデルセンは、ヨーロッパ中の子供たちに喜びを与えたとして、 存命中から王族によって祝宴が行われ、商用された。アンデルセンの童話は150以上もの言語に翻訳され、今日でも世界中で100万部単位で刊行され、他の数多くの作品にも影響を与え続けている。裸の王様や醜いアヒルは現代英語や日本語などでもよく知られた慣用句として通っている。1865年、イギリスで ルイス・キャロルが不思議の国のアリスを刊行した。この物語は論理学とも戯れており、子供だけでなく大人にも長く人気となっている。アリスは文学的なアンセンスの最も特徴的な例の一つと考えられており、その物語の進行と構造は主にファンタジーの分野で極めて大きな影響力を持った。1880年にスイスでヨハンラ・シュピリが ハイジを出版した。副題には、この本が、子供と、子供を愛する人のための本であると歌われている。ジョーエル・チャンドラー・ハリスは、アフリカ系アメリカ人の方言を話す、動物キャラクターが登場する民話を書いた。1900年、アメリカ合衆国で、ライマン・フランク・ボームが、オズの魔法使いを発表した。以後、様々な版が絶えず刊行されている。 1902年には舞台化され、1939年には映画化された。アメリカ文化の中でも最も知られた物語の一つであり、40カ国語に翻訳された。オズの大成功を受けてボームは13編の続編を書き、ボームの死後も複数の作者が数十年間にわたり続編を書き続けた。ピーター・ラビットのお話1902年。 ビアトリックス・ポーターは、ピーター・ラビットのお話を発表した。いたずら好きで反抗的な、若いウサギのピーター・ラビットが、マクレガーさんの農場に忍び込む話である。発表以降100年以上にわたり、この本を元にした玩具、皿、食品、衣類、ビデオなどのおびただしいグッズが生み出された。1903年にピーター・ラビット人形の特許権を、 取得したポターは、こうしたグッズ化の先駆けの一人となった。1911年、ジェームス・マシューバリーは、ピーター・パンとエンディを表した。ピーター・パンは、児童文学で最も有名なキャラクターの一人であり、魔法によって、年を取らなくなって、ネバーランドと呼ばれる、小さな島で終わることのない子供時代を過ごしている。第二次世界大戦中の1943年に、飛行士、 アントワーヌド・サンテグ・ジュペリは星の王子様を出版した。砂漠に不時着した主人公が星からやってきた子供の心を持った王子と語らう、この物語は人間性の洞察に富み、現在までに180カ国語に翻訳され8000万部を売り上げている。グローバリゼーションに伴い翻訳による創作児童文学作品の世界的、爆発的な普及が見られるようになり、 イギリスの C.S. ルイスのナルニア国物語シリーズは41個と語で通算1億2000万部以上、同じくイギリスの J.K. ローリングのハリー・ポッターシリーズは63カ国語以上に翻訳され4億部以上を売り上げた。雑誌赤い鳥相関号日本の児童文学は近代文学成立とほぼ同時期に確立されたと考えられる。いわやさざ波による 小金丸や小川未明の第一童話集、赤い船が始まりとされる。1918年には、鈴木三重吉主催の雑誌、赤い鳥が刊行された。芥川龍之介、有島武を北原白州などが参加した。この雑誌は、後に、新ぎ南吉らを排出するなど自動文学の普及、発展に貢献した。宮沢賢治は、同時代の作家だが、犠牲語やリズム感が、 当時の動画としては異質だったため、生前は評価されることがなかった。その後日本では、大人から児童に向けた教育を主眼とした内容のものが主流となっていたが、1960年代頃から遊びの要素を持ちエンターテイメントとしても優れたものや、大人の文学表現にも匹敵する作品が登場するようになった。詩においては、窓、道をが著名である。当時の絵本は文字を、 主絵を重としたものだったが、岩崎千尋は、絵で展開する絵本を制作し、国際的にも高い評価を得た。柳瀬隆のアンパンマンは、当初、大人向けに書かれたが後に、幼児向けの絵本として再発表され、テレビアニメで絶大な人気を博した。近年では、児童文学研究の地位が高まりつつある。 児童文学批評の分野での文芸評論分析が増加しているほか、児童文学協会、児童書作家、画家協会、国際児童図書評議会、カナダ国際児童図書評議会などの児童文学の学術協会も数多く存在している。国際児童図書評議会と大阪府立国際児童文学館がある。国際子ども図書館は、 国立国会図書館の児童書関連を移管して2000年に開館した。大阪国際児童文学館は1984年に鳥越信二の蔵書12万点のコレクションをもとに漫画、紙芝居などを含めた児童文化の資料館、研究施設として開館した。両者の資料点数は喫光しているが、研究、レファレンス及び収集方針の専門員による際により、 貴重本の収集や資料保存方法などでは大阪の方が充実している。例えば国際子ども図書館では旧来の図書館としての保存方法でカバー、帯の廃棄や保存カバーバーコードの装備で資料が変形されたり雑誌が合本化されて閲覧しにくく資料性が欠損したりしている場合がある。一方大阪国際児童文学館では一点ずつの 個別保存で雑誌の合本化もなく、付録も貴重な児童文化財として保存している。児童文学者の団体としては、1946年に児童文学者協会が設立され、1955年に日本児童文芸家協会が成立した。それぞれ機関紙として、日本児童文学、児童文芸を刊行している。他に、児童書のイラストレーターの団体として、 日本児童出版美術家連盟があり、この3社に日本書籍出版協会の児童書部門を含めた通称4社婚があり、児童書をめぐる著作検討の書問題について協調して行動している。また、研究者の団体としては日本児童文学学会や英米児童文学学会があり、読書運動では親子読書地域文庫全国連絡会などがある。 ボローニャ国際児童図書賞が発表されるボローニャ国際児童図書店の様子児童文学の賞の内巧妙なものとして以下のものがある。日本において児童文学作品を主に扱っている出版社には次のようなものがある。日本において児童文学作品を扱っているレーベルには次のようなものがある。ありがとうございます。